皆さんこんにちは、ワンダルブルビジです。では今回は、ハート・オブ・アイアンホール現在モッド、ロシア軍プレイの続きやっていきたいと思います。ロシアとウクライナが戦争を行っていて、けしからんというご意見もあるかと思うんですけども、ゲーム上の話ということで、ご理解いただければ嬉しいなと思います。ここまでにですね、ロシアは、ウクライナ、フィンランド、そして日本と、海戦を行い、いずれも降伏させています。戦争の状態としてはこの状態ですね。フィンランドと日本が降伏。残っているのが南米諸国連合の中ではブラジル、あとはシエラレオネ。ごめんなさい。勉強不足でちょっとどこにある国かわからないんですけど、南米諸国連合ということなので、ブラジルの近くなのかなと思います。ただそこにね、フィンランドや日本が入っているので、定かではないです。あとは、ウクライナを支援しているイギリス、ドイツとも依然戦時下というところですね。で、日本はですね、屈服させたんですけども、イギリス、そしてブラジルがですね、シベリアに攻撃を仕掛けてきてますので、まずはね、この上陸してきたイギリス軍、ブラジル軍を迎撃しつつ、日本のね、統治を始めていきたいと思います。日本はですね、ロシア軍を駐留させます。しばらくの間はですね、レジスタンス活動なんかもあって、資源の採掘量であったり、地域の安定という意味では、心配な面がとても多いので、部隊を駐留させておきましょう。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。手っ取り早くですね、敵の上陸部隊を叩くために、強襲上陸も仕掛けて、一気にね、カムチャック半島から、北上する部隊と、シベリア大陸から一気にね、敵軍とぶつかっていく部隊と、二つに分けて殲滅戦を行っていきます。あとはもちろん外交ですね。こんだけ無茶をやってるので、そろそろ、アメリカなんかが、お怒りになる頃じゃないかな、というのもあるので、アメリカ含めて、しっかりと外交を行ってですね、少なくとも参戦される時期をちょっとでも遅くしたいなと思ってます。今参戦、もしアメリカがしてくると、日本を守るというのが、本当に難しくなる。特に海軍戦力では、アメリカの方がですね、ロシアの、はるか上を行く戦力を持っているというのがあるので、そこもね、しっかり気をつけていきましょう。では、時間進めまーす。はい、日本の完全なる統治が完了しつつあります。一部津島であったり、もちろん沖縄、あとは離島ですね。この辺りの占領には至っていませんけども、日本の、いわゆる本土、北海道を含めた本土に関しては部隊の駐留も完了してですね、主要な港施設も抑えたという状態です。これでね、しばらく様子を見ましょう。そして、シベリアに上陸してきていたイギリス、ドイツ、ブラジル軍ですね。これの殲滅作戦も今並行で進めてます。ただ、時たまですね、やっぱり日本軍が、まだね、離島、沖縄を含めて、持っているというのがあって、奪還作戦に強襲上陸を仕掛けてくることがあるので、この、アジア戦線から部隊を引き上げることがちょっと難しそうですね。中国のウイグル人強制収容所に対する国際的非難ということですね。これはもう中立的な立場で言いましょう。中国はね、もう今や欠かせない存在になってますからね、我々にとっては。怒らせるわけにはいかないというところです。中国からはですね、もうほぼ全ての資源を輸入頼ってるところあるので、
まあ、仮に中国が非人道的な行為をしたとしても、表立ってそれを非難して、ただでさえもう輸入、輸出させてくれるところない中なんで、ここはね、中国の顔色を伺って伺っていきましょう。アメリカからはまだ投資の申し入れが来るぐらいだと、まだ関係ね、そこまで悪化してないと言えそうですね。では引き続きシベリアに上陸してきていた敵軍を排除してまいります。いや、ついに恐れていた世界大戦になりましたね。これはちょっと厳しいな。今この日本の、シベリア上陸部隊を撃破してる中だったんですけども、今まではイギリス、ドイツと個別の戦争という位置づけだったんですが、これが NATO との戦いということになりました。まあ、ただね、こちらに中国がついた、トルコがついたというのはあります。トルコが味方についたというのはちょっと予想外でしたね。トルコは NATO の一員ですからね。まあ、ただ、この圧倒的な NATO 軍の前に、まあ、どうこの後戦っていくかっていうのは非常に難しい舵取りが要求されそうですね。はい、我々としてはまずはこの日本、せっかく取った日本、あとはシベリアですね、カムチャッカなんかは特にアメリカ軍の攻撃を受けてもおかしくないかなというのもあるし、まあ、ポーランドとの国境ですね、ここに配備してある部隊だけではどうにも数が足りないという状況もあるので、まあ本当に難しいですね。まあ、とりあえずこのポーランドの国境だな。ポーランドの国境に部隊が少なすぎるので、まあ、急いで部隊を戻すにしても、ちょっと間に合わないかな。急いで部隊を戻しましょう。というところで、ちょっと今回短いんですが、いよいよですね、アメリカはじめ NATO が本腰を入れてロシア潰しに動いたと、まあ、遅すぎるぐらいかなとは思うんですけど、まあ、そういう状況も分かりましたので、急いでですね、この対 NATO 対策へと部隊をね、動かしていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。